お疲れ様です。12月20日朝6時の相場解説です。まず日足の方を見ていきますけども、日足はですね、数日前に下落が止まって、あと移動平均線の乖離も終わってですね、今上昇して移動平均線に近づいているところです。という中でこちらの方に陽線が出て、この陽線っていうのは例のこういった形の陽線ですよね。もう繰り返し言いませんけども、その次には陽線ですから、まあ、上昇を、ね、示唆しているのかなというところです。それで3本目っていうのが大きな陽線で、ただし大きな上髭を出しているかなというところですよね。だから上昇の勢いっていうのはここでちょっと抑えられたかなというところがあります。上昇トレンドがね、描けそうだったんですけども、一つは移動平均線にぶつかったっていうところがあるんでしょう。跳ね返されているところですね。ただまあ日足で見るところの下落トレンドっていうのは変わらないですね。まあ、こういうふうなチャンネルラインを作ってるんじゃないですか。はい、そして、日足は下落なんですけども、4時間はどうかというと、どちらかというとこれからは短期的に上昇局面に入ったんではないかなっていうふうに思わせます。もちろんね、この材料の勢いもあるんですよ。ただ材料は何かっていうと、日銀のほらチャレンジングな年にしていくって言ったのが、まあ、私が思った通り、あれはね、特に長期金利を引き上げていくっていう意味ではなくて、これからも挑戦をしていくよっていうね、ただ単に意気込みを表したものだったんじゃないかなと思うんですよ。ですので前回誤解して円高の方に触れた動きっていうのが打ち消されたよねってことですよ。まあ、つまり前回はね、マスメディアの方がこれは金利を引き上げていくっていうことじゃないかっていうふうに一斉に論じただけであって、実際はね、そんなマスメディアの噂に翻弄されることなく、本当のところは金融緩和を粘り強くこれからも継続していくと。今短絡的に金利を引き上げるわけではないってことも明言されていたでしょ。ですんで価格が円安の方向にまた戻っていったってことになると思います。さあ、そして1時間なんですけども、ご覧のように、テクニカル的にはもう上昇の局面に入ったかなってところです。ただしちょっとね、ここではね、今横ばいに入りましたよね。なんかぐんと上に行ったものが修正されて、ちょっとこう勢いを弱めてね、まずは横ばいから、そこから上に向かう波動には入っていくと思うんですけども、今日確認するのはそういうところになります。ちなみにこちらの陽線と下髭の大きい陽線2つで、ここが底堅くなっている。138円の80あたり、143円か、143円の80とか700を、まあ、底としてですね、まあ、仮にレンジを設定するとしたらこんなところかなと思いますよね。はい、そんなところでね、横ばいから上昇に行くんではなかろうかっていうところです。これが今日の見方です。で、一応材料の方もね、見ていかないといけないかなっていうところなんですけども、こちらの方材料を確認しましょう。30時、火曜日の30時なんで、まさに今の時間帯ですけども、こういった材料が投入されています。ただあんまり影響はないですね。で、8時50分、もう間もなくしたら日本からもこういった材料が出ます。そんなに大きくは変わらないと思いますけどもね。はい、他に気になる材料は今日ありませんので、テクニカル的な発想で十分いけると思いますので、基本的には横ばいから倍ですね。この方向で見ていけばいいんじゃないですか。はい、あとは特に難しいことはありませんので、特に細かくね、まあ、動画更新をすることはないかなと思います。さあ、頑張っていきましょう。